お醤油が染みてとっても美味しそうですね。こんにちは、ウキウキ連連です。今日は旬のきゅうりを使って簡単にできるお漬物をご紹介します。醤油とね、生姜の香りがね、とても美味しいお漬物ですよ。それでは作っていきましょう。きゅうりを切ってね、調味料に漬け込むだけなのでね、2分ぐらいでできるんですよ。もうね、切ったらね、どんどんこのね、保存容器に入れていきます。今日はね、きゅうり2本を使います。まずね、きゅうりの端をね、切ります。で、ピーラーで皮を剥きます。で、切ったらね、斜め薄切りにします。もうね、切ったらもうこちらにもう入れてくださいね。同じようにね、だんだん切って入れていきます。今度は生姜を切っていきます。生姜もね、一かけ分をね、この皮をまず剥きます。剥いてね、薄切りにしてから千切りにします。生姜を入れます、ね、そしたらね、お醤油大さじ3杯を入れます。今日はこちらのね、食品添加物無添加のお醤油を使います。お醤油大さじ3杯を入れます。みりん大さじ3杯を入れます。大さじ1杯を入れます。で、かき混ぜてこうね、冷蔵庫でね、半日漬け込んだらもうね、完成なんですよ。でね、朝作っておくとね、夜にね、ちょうど食べ頃でね、お酒のおつまみやね、ご飯のお供にとても美味しいですよ。こちらが3時間漬けたものになります。ご飯にね、とっても合うので、ぜひ作ってみてくださいね。